尊き御身をもって大陸の第一線にご奮戦中、9月4日、毛郷方面においてご戦死遊ばされた陸軍砲兵少佐、故北白川の宮長久王殿下には、9月6日午後5時45分、雨雲はらむ初秋の夕空をついて、空路立川飛行場に悲しきご凱旋を遊ばされました。捧げつつの号令一家、吹きなす笛思想にそうせられるうちに、尊きご遺骸は音楽友の奉仕により、ご霊社にお移し申し上げられました。厳粛の気は一瞬、広き城内に満ちて咳として越えなく、秋草ゆする夕風にハラハラと小雨さえ混じる中を、6時5分ご霊社は、五色迫る立川より、半旗悲しく垂れる甲州街道を、一路高輪の御殿に向かわせられました。この絵師団長式の一個師団が祝然と取れず、各館が学生生と一般市民、幾重にも沿道をうずめ、謹んでお迎え申し上げるうち、御霊社は8時15分、御殿正門にご到着。御殿下の恩慈しみ深き、御年4歳の若宮、道久王殿下には、日の丸の小旗を御手に、故岸宮殿下無言のご凱旋を出迎え遊ばされ、御いじらしきお姿を拝しては、感動にむせばぬものなく、工芸の人々は等しく神戸を垂れ、御殿下のご冥福を深く深く祈り奉りました。